おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。ゆでんのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、はい、8月6日でございます。はい、はい、8月6日はどんな日なんでしょうか。はい、この日です。今日は広島平和記念日となっております。はい、1945年昭和20年の8月6日午前8時15分アメリカ軍の B-29 爆撃機エノラ・ゲイが広島市上空約9600メートルで世界初の原子爆弾リトルボーイを投下し、上空約600メートルで爆発しました。広島市民は壊滅し、放射線による障害が一時収まったのが1945年12月までに約14万人の方が死亡したと推測されております。この歴史的被害から人類は目を背けることなく、犠牲となった人の多くの人の霊を、慰め、世界平和を祈る日として広島市では平和記念日として、この日に、原爆慰霊碑の前で平和記念式典が行われております。はい、という日となっております。まあ、去年は菅総理で、はい、ちょっとね、あの文言を飛ばしちゃったとかいろいろあって、今年は、岸田総理がね、はい、おそらくまた読み上げられるとは思うんですが、はい、毎年ね、この8月6日とそれから8月9日の、長崎の、原爆の日と、この2日間は、まあ、日本人はね、決して忘れちゃいけない日だと思います。はい、広島行ったことある？あります。何回もあります。ああ、そうなんだ。修学旅行も広島でした。はい、僕ね、修学旅行が長崎で、だから広島本当にいつも新幹線で通り過ぎるだけで降りたことがなくて、そうなんですよ。まだ広島にはね行ったことがないんですよね。ぜひ行きたいなと思ってるんですけど、長崎のその平和、まあ、原爆が落ちた爆心地公園とかも行ったことありますし、平和公園って言うんですけど、はい、そこにも平和の像ってね、こうやってやってる像も、行ったことあるんですけど、広島はまだね、あれですね、原爆ドームとかもね、横にもね、そのなんか展示されてるところもあったりとかして、原爆資料館とかもね、ありますよね。だから行ってみたいなというか、行かなきゃいけないなとは思ってはいるんですけどね。はい、だから僕らも小学生ぐらいの時って、なんか9日か6日かどっちかが登校日かなんかなってて、で、なんか毎年その夏休みなんだけど、その日だけは学校登校して、で、その話を先生からなんかプリントもらって聞くみたいな、そんなことはやってた記憶はありますけどね。まあ、そのね、今ちょうどウクライナでね、戦争が起こっていって、大変な思いをしている人たちがもう5ヶ月間続いている形になってるんですけど、早く本当にそういう戦争の火種みたいなのがね、なくなってほしいなと思うし、世界中の人が平和に暮らせる世の中になってほしいなって、まあこういう日だから余計ね、そうですね、考えたいですよね。この日はね、特に考えましょう。そう、別に普段も考えてないとか言うんじゃなくて、まあ、考えてはいるんだけど、でもまあこういうこの、その多くの命が失われた日だからこそ、これからどうやったらそのたくさんの命が失われないで済むのかっていうことはちょっと考えなきゃいけないなと思いますね。はい、そしてもう一つ、はい、ハムの日です。はい、もうえらい違いやな、もうこれもうしょうがないけどね、これ、語呂合わせでもハムですね、から来ております。まだ狩猟が盛んだった時代に、肉を塩漬けにすることで長く保存ができることを古代の人が知ったのが、ハムやソーセージの始まりと言われております。はい、日本にハムの製造技術が伝わったのは10世紀前半の頃でありました。19世紀の前、後半でしたね。はい、ハムはかつて高級食材でありましたが、1960年、昭和35年頃からには、一般家庭の食卓に上り始め、今ではすっかり日本の食文化に欠かせないものとなっております。はい、これね、でもね、今の話聞いててふって思うのは、
古代の人がその塩漬けにするっていうことを、うん、あの覚えたらどうのこうのって話ですけど、うん、塩はどうやって手に入れたんやろねって話だよね。あ、その前に塩はあったってことですよね。 だって塩っていうのは、うん、あのまあ、例えば海水から作るんやったら、うん、海水をあの巻いて、で塩田でこうやって集めて、うん、それまたあの煮詰めて、うん、で濃度をどんどん濃くしていくっていうことを繰り返してやっとできてくるとかいうのがあったりとかするんで、うん、そう塩っていう、しかもその塩がその調味料になるとか、うん、保存用のね、うん、あれになるとかっていうのを古代の人がほんまに分かってたのかなっていうのはあるんですけど、まあその前に多分干し、あの血抜きして干すとか、干す、干し肉とか、干したりね、なんか蒸した、あの湯したり、そう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 、スモークね、うん、海のそばに干してて塩分がついて、あ、塩つけたら美味しいやん、持つやんみたいな感じやったんかなって思った。なるほどね、まあだからその辺どういう見解なんかなって話ですね。ね、うん、いや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 、でね、ちなみにね、はい、あの日本でね、まあ、あのいろんなハムメーカーがあるじゃないですか、うん、はい、これすごい話があるんですよ。ですか？伊藤ハム、うん、あるでしょ、うん、で伊藤ハムがなぜ伊藤ハムなのかとか、うん、そのあのこれね、バックにすごい物語がある、やっぱね、あの日本って戦前戦後、うん、戦後ってやっぱみんな食えなくて、うん、でその戦前にハムメーカーやってた人たちがその戦後、うん、そのもう一回ハム作ろうっつって、あ、はい、あのやっぱほらあの戦争中ってほら、うん、ハムとか作れなかったから、うん、で、あの多分ね、あの、兵隊さんの保存食用のハムとかは作ってたけど、うん、あのなかなかその一般の人が食べれるようなものは作れなかったね。あ、でそれが、戦争終わってからハム作れるぞってなったんやけど、うん、この技術を自分たちだけのものにしてたらあかんって。うんうんうん、でもっとたくさんの人に食べてもらうために、はい、自分らだけやったら生産能力限られてるから、うん、違うその今からハム作るぞっていう人たちに分け与えていこうって言って、技術をどんどん広めたから、今ハムメーカーすごいたくさん、だそういうあの実はね、この僕たちが今普通にハムが食べられてるのは、そういうあのハム作りを最初に志した偉い人たちがいたはったからなんですよね、っていうのも実は本当はあるんですけどね、はい、昔僕が勤めてたあの広告会社が伊藤ハムのパンフレット作ってたから、それ読んだらそれ書いてあったそうなんやとか思いながら読んだんですけど、はい、興味があったら調べてみてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、ここからがですね、このプレゼンありかなしかなんですけども、うん、先週も言ってましたよね、先週はね、うん、三木監督、はい、めっちゃおもろかったやろ、めっちゃおもろかったっていうか、俺 の, あのボケとかにちゃんと反応してくれてはったのがすごく嬉しくて、はい、あの楽しすぎた、インタビューだったんですけども、今日はですね、はい、ですね、ディスコーズハイという映画、はい、の監督の、岡本隆監督に、はい、インタビューをしてきました、うん、で、実はですね、まあ、ご本人はミュージシャンなんですよ、うん、でそうなんです、あの現役のミュージシャンで、うん、はい、であのなんとね、そのディスコーズハイの中に出てくる楽曲は、うん、全部彼が作詞作曲した、すごい、何曲くらい出てるの、すっごい数の曲がありましたよね、うん、はい、で割とねいい曲多いんですよ、うん、うん、あのまあインタビューの中でも言ってますけど、はい、で、まあどんな感じでどういう背景があってこの作品を作ったのかとかっていうお話を、しっかり聞いてきておりますので、はい、ご覧いただきたいと思います、はい、はい、それでは、このプレゼンありかなしかスタート。なぜ私の担当しているバンドがどれも売れているのか教えてあげましょうか。どうやって MV 作るってんだ。あなたに関しては私が上に掛け合ってみるわね。いや、あの全然大丈夫な。あーでもな、会社が決めたことに私がどうこう言えるわけないか。天使くんの担当しているバンド傘の下の次回作についてですね。あ、出た出たよ、兵士の上がり所いつもこれだよ、てかもういい、次何やってんだか、てかどんな時でも心がスーッと落ち着く魔法の言葉、ママが教えたる。
母さんに教えてもらった魔法の言葉何だったの。懲りずに頑張ってるわね皆さん。経過を見てくれるのは家族だけ、結果しかないの。やれることはとにかく全部やろう。いい加減にしろよてめえ。いいの隠してたんじゃん。聞いたって何。頑張れるようになりたいな。頑張れる人みたいになれたらな。頑張ってみれば。ということで今日はですね、映画ディスコーズハイの岡本隆監督にインタビューをさせていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、この作品がどういう作品なのか、はい、監督から、ご説明ください、うん、お願いします。はい、一応これはね、音楽映画というふうに一応大きくバンと打たせていただいてるんですけども、基本的には、ね、音楽事務所に所属する兵士ナルコという、女性で、もう一人は別区という、女性がいるんですけど、別区はすごい優秀で、兵士は、もうダメダメっていうような設定になってるんですけど、その兵士がですね、もうあまりにも自分の担当するバンドが売れなさすぎて、もう予算もろくに出ない、もう MV もタダで0円で取ってこいというようなことを言われて、まあ、別区に対抗心を燃やしながらも、なんとか自分のバンドを売ろうと、 MV を取ってリリースにこぎつけようっていう奮闘するお話になっております。はい、そうなんですよね、まあ、私も見させていただきまして、いや本当にね、この作品の中で出てくる曲ってすごく良くて、めっちゃいいやと思ってラストのエンドロールを見てたら、うんうん、ほとんど岡本さん監督が作詞作曲なんですよね、うん、そうなんですごいっすね、うん、もうやっぱりギリ現役ミュージシャンなんですごい見てて MV がすごいかっこいいし、劇中に出てくるそのバンドがね歌ってるところを収めてるのが本当にミュージッククリップとか MV っぽくてすごい、で、まあサウンドもすごく良くて、ありがとうございます。もうこれぞ音楽映画っていう感じの映画やなと思って、それがすごい、そこのクオリティめっちゃ高いなと思いながら見てたんですけど、すごいのがね、これちなみにこの作品の中に出てくるめっちゃ売れてるバンドP90 っていうバンドがあるんですけど、はい、これ、うん、この作品のために結成されたバンドなんですよね。そうですね、まあ、僕がこの人とこの人もうガッチャンコしたい、もうこの人でバンドみたいっていうのをもう作って曲もこれやってって言ってやってもらって、まあ、演奏とかね、まあ、自体はそのレコーディングが自分で僕全部やってるんですけど、そのやってほしいっていう、ね、もう理想のバンドを作りました。なのでいやだから P90 が歌ってる歌もすごいいい曲というか、うん、でもそれオリジナルで書かれてるんですよね、ご自分で。そうです、あれ全部僕が書いてます。この作品のためにっていうことなんですよね。そうです、もうこの作品のためだけに書き下ろし。楽曲制作ってそんな簡単にさ、はい、サクッとできるもんなんですか。どうですかね、僕でも曲はもともとたくさん書くタイプなんですよ、まあ、ガッとこう決めた時にバッと書くタイプなんで、あんまり苦労はしなくて、もうまっさらな新規のバンドで好きなことをやるってことなんで、結構早く、もうやりたいことだけをバンと詰め込んだ感じなんで、すごいすぐ書けますね。なるほど、いやー、まあ、忖度のないというか。そう考えたら、すごい、だってほら、うん、この作品の主人公が最終的に歌うんですけど、うん、それもまた書かれてますよね。そうです、書いてます。はい。ね、いやだから、そういうのも含めて、本当これ、ある意味、その、岡本隆のミュージッククリップやんみたいな話なんですけど、まあそうです、本当反省みたいなところもありますね、そのなんかこう人生を反省するような内容で、ね、はい、だからこ その作品のコンセプトというか、その発想というか、うんうん、それはどっから来たもんなんですか、もともとは。もともとはもう一応ね、そのポスタービジュアルとかにもね、その好きが才能っていう言葉をまあバンと掲げてるんですけど、はい、まあ、僕らそのミュージシャンだったり映画作る人ってやっぱりね、認められないことの方がもうほとんどですし、もうとにかくね、その苦悩の方が多い、もう楽しい瞬間なんて一瞬ですけど、その一瞬の瞬間に向かってね、そのみんなやってらっしゃると思うんですけど、はい、もう突き動かす気持ちはもう好きっていう気持ちしかやっぱり、それをとにかくど真ん中に置いて、もう好きやからやってる、好きやからこの、まあ、映画も音楽もできたっていうことをまず伝えたかった。そんで、はい、みんな見てる人にも、その何気なく自分が好きって言ってること自体は意外とそれって才能だよと、大事にした方がいいよっていうような気持ちを伝えたいっていうテーマがあって作りました。ね、そのヒロインも全然その仕事で認められなくて、うん、
そうですね、でやることなすことが全くこうなんか空回りしてみたいな、その空回りの中から最後に自分が本当に好きなのは何かっていうことに気づくっていうところにね、あの落とし込まれてるんで、うんうん、まさにその通りの流れなんですけど、はい、これでもその、はい、撮り始めたのがというか作り始めたのが、はい、あのちょうどこのコロナ禍とこう一致するっていうお話で、オーディションがねちょうど2020年3月行ってあったんですけど、はい、その時にもうえぐいぐらいのコロナが募集かけた時に、ね、はい、あれで思った以上にむちゃくちゃ来たんですよ。であの僕が思った想定したよりも本当に5倍ぐらい来て、でなんでそうなったんかなって思ったら、コロナで舞台がなくなったとか、はいはい、あのバラシになった映画があるとか、はい、いう方が、でまたはその事務所辞め、もうそれこれを機に辞めたとかいう方がたくさんいらっしゃって、で、それこそそのキャリアとか経歴とか、そのすごいね、テレビたくさん出てましたよとか、そんな方も含めて、はい、すごい集まったんですよ。もう行き場がなくて。で、それもあって、今回その、田中修さんという方を選ばせていただいたんですけど、はい、そのコロナがあったから本当に出会えた方だと思っていて、そこからその、ちゃんとしないといけないなと。キャリアとかもある方が来てくれるんやったら、はい、もっとなんかいろんな、もともと40分の周辺のつもりだったのを長編にしようっていう、うん、こういうふうにまずその時点で変わったんです。うん、で、あとはね、その、長編にしようってなった時に、はい、僕一応ミュージシャンまだやってるんで、はい、周りのミュージシャンがね、本当に元気がなくて、解散をたくさんしたりとか、コロナのせいで、はい、あとは、僕らって、大きなね、ギターとか、ベースとかを背負って、こう、移動するんですよ。で、うん、そしたらね、結構普通に本当に白い目で見られるだけじゃなくて、降りろとか言われるんですよ、電車で。結構。もう俺、普通に言われるんですよ、本当に。お店入っても、すいませんけど、ミュージシャンの方とかはお断りしてますって言われるんですよ。ね、そんなこと言われるの？じゃあ普通に。てか暴言結構吐かれてる人もいて。向こう行けよとか、外出んなとか。で、あのだからちょっとほら、ライブハウスとかが、すごいやり玉に上がってた時期ってありましたよね。そう2020年ぐらいに。そうなんですよ。2010。もう一番最初ってもう、ライブハウスが一番悪みたいな感じで始まったと思うんで。ね、はい、そうなんです。で、みんながね、その、例えば、バンド、やる気をなくすことの中の理由の一つとしては、もうとにかく、誰も応援してくれへんなんていうのは、なんで、こんなに続けないといけないんだとか、はい、もう白い目で見られるだけであったり、もう単純にライブハウスに出演自体ができなくて、音楽活動をできないっていうこともあったりとかで、はいはいはい、どんどんみんながバタバタとこう、倒れていく中でですね、うん、もうそれやったら今映画を撮るってなったんだから、うん、もうミュージシャンもガッと集めて、うん、お前らまだやろうやっていう、やろうぜっていう気持ちを込めてですね、そのいっぱい集めて、とにかくニーズ集めたんですよ。なんかこう、何か活動しようっていう、はいはいはい、活動してるっていうその事実自体が僕らをきっとなんとか保ってくれるっていう気持ちがあって、うん、その今回映画を撮る大きなその別裏テーマ的なものがになってるというか、はい、だから深刻にこう、うん、なんかっていうんじゃなくて、こう、はい、明るくとにかく行くということが、うん、そうですね、はい、もう、はい、あの岡本監督のコンセプトにはあるっていうことなんですよね。そうですね。だからなんかね、そのミュージシャンいっぱい集めたんで、はい、おいこのシーン別に、おいお前これいらんやろみたいなところも多分、ね、あるんですけど、まあこれはあのご愛嬌ということで、ミュージシャン助けてくださいねみたいな気持ちもありますね。わ、はい、かりました。もうそれはね、うん、あのぜひ、うん、あの音楽シーンの人たちもそうですし、うん、そうじゃない人たちもね、うん、あのそのテーマ性、好きを忘れないで、うん、こう頑張ろうよっていう、はい、そういうメッセージは、ね、多分すごいたくさんの人に響く部分もあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ見ていただきたいですね。うん、じゃあ最後にですね、うん、監督から、はい、ご覧になっていらっしゃる皆さんに一言お願いいたします。はい、今回は映画ディスコーズハイというそのこれ初長編に一応なるんですけども、今回撮った中で先も言った通りね、もともとそのコロナ禍の中で撮られたっていうことであるんで、自分の本当に好きっていうのを再認識するいいきっかけになったんです。なのであのこれを見てもし興味持っていただけて、なんか日々をちょっとこう惰性であるとか、なんかちょっとこうくぐもったような、視界で生きてるよっていう方はですね、ぜひともちょっとこの映画を見に来ていただいて、なんかその自分の好きに再確認するのきっかけになっていただけたら嬉しいなと思っております。そしてやっぱりあの僕まだまだあのミュージシャンで全然諦めてないんで、あの僕が
ね、売れたいなって気持ちもあるから、まあ、映画でもそう、音楽でもそう、大きくなっていくためには、こう、お客さんの力は本当に必要なんです。見る人の、協力がすごい必要なんですよ。なので、できたら一緒に、共に楽しく、そして大きくなっていけたらと思いますので、何卒応援の方よろしくお願いいたします。終わりました。ということで、今日はですね、映画ディスコーズハイの岡本隆監督に、はい、インタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということでございました。ね、なかなかキャラクター面白い。面白いですね。いいでしょ。そうですね、実は、彼ね、そのミュージシャンでしょ、はい、一応ね、このプレゼンありかなしかをマジでここでやってっていうオファーもかけてるんで。あ、ここで。そう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 、そのうちミュージシャンとして。そうそうそう、ミュージシャンとして、ギリギリミュージシャン言うてたからじゃあここで10分間どうぞやってくださいっていうのは言ってる。いくつぐらいのこと。40前後ぐらいですかね、はい、40過ぎぐらい、40って言ってました、ね、はい、なので、まあ、それも含めてね、楽しみにしておいていただければと思うんですが、はい、はい、では、まずは判定でございますね、はい、はい、今日はじゃあ小坂部さんでよろしくお願いします。はい、はい、それでは、このプレゼンありかなしか判定。新しいパターンや、新しいパターン。回さないで、回さない。はいはいはい。どうでした、どうでしたね。いや、なんかすげえいい人っていう感じ。あ、そうそう。熱い感じでね、熱い感じでね。いやでもね、ちょっと裏話びっくりしましたよね。そうですね。ね、ミュージシャンはお断りとかね。レストランあったんですね。ね。いや、僕も聞いてびっくりしましたよ。だから自分はそんなこと見たこともないし、うん、聞いたこともなかったんで、うん、まあでもミュージシャンたちはね、うん、実際そういう風になってたんでしょうね。そういう風になってたんですね。だからギターとかね、やっぱ持ってかなあかんからね。そうですよね。もう荷物持って電車とか乗ってたらそんなこと言われるんですね。降りろって。降りろってきついよね。どうやって本田に行ったらええねんみたいな。ライブハウスとか ねできなかったから。そう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 、うん、一時期本当にライブハウスがやり玉になってたでしょ。で、まあ、その後なんかレストランとかその飯屋とかになっていったんだけど、はい、結局ね、あれは何やったんやっていう状況ですもん ね今ね。まあ、皆さんが努力してね、クラスターを発生させないようにいろんな工夫をした結果、そういうふうに今なってるっていうことなんですけどね。はい、まあまあ、そういう裏もありつつ、その中で生まれてきた作品ということなので、はい、はい、ぜひ皆さん、第7芸術劇場ですね、ジューソン、シアターセブンの、まあ、上にある、上下にある、はい、劇場なんですけども、はい、はい、ぜひ、行っていただきたいなと思います。8月6日からですね、はい、はい、なります。よろしくお願いします。はい、それでは、これで終わりたいと思います。では、あゆみー、はい、どうぞ。はい、はい、リミット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 を2つを楽しみたいと思います。はい、はい、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、はい、そして、12日が金曜シアターがございます。はい、はい、まだ内容は秘密秘密秘密です。はい、なので、ぜひぜひちょっとね、また検索、ホームページの方を検索してみてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、そして13、14もチョイスございますので、はいはい、この後のグッチョイでお知らせいたします。はい、ではでは、はい、以上ですかね。以上です。はい、ありがとうございます。はい、それではいきましょう。今日のグッチョイ、はい、今日のグッチョイはこちら、はい、マルコビッチの穴。これね、すごいんだよマジで。これね、これ見てみてね、これもうすんごい数のマルコビッチの顔がね、もうすごいんですよ、この人。これコメディですよね。でももう超コメディです。超コメディ。はい。ある穴に入り込んだら、はい、マルコビッチになっちゃったっていう。みんなマルコビッチ？そうですね、はい。はい。これがね、世界中絶句って感じますよ。いや。本当にこれすごいんですよ、うん、でこのね、マルコビッチさんって本当の、本当にいる役者さんで、はい、なんていうかな、結構
こわもてというか、いかつ顔は割といかつめなんで、まあ端正な顔立ちなんですけど、あの割とそのいかつい役というかそういうのが多かったりとかするんですけど、まさかこんな扱いを受けるとはみたいな。これ出た時僕ほんま衝撃的でしたから、ね、実在する人がね、そうもともとね、なのでめちゃめちゃ面白い。そうですね、はい、結構面白いです、はい、間違いなく面白いです、はい、でもう一つがこちら、サバービコン、はい、サバービコン、仮面をかぶった街、はいはい、でこちらジョニークルーニー、監督がジョージクルーニー誰やね、ジョーニーって誰や、ジョージクルーニーが監督されております。はい、はい、マットデイモン主演の、はいはい、映画語っております。はい、はい、なんかこう不思議そうやなと思ってこれにしました。この2人何かおかしい、仮面を持った、仮面をかぶった街っていうのをちょっとね、なんかサスペンス、クライムサスペンス、はいはいはい、ジョージクルーニーね、いっぱい映画多分出てます。実はね、実はやってるんですよね、ジョージクルーニー、はいね、はい、ジョージクルーニーってね、あの僕らはあの、イケメン俳優というか、うん、あの僕最初でもジョージ・クルーニーを知ったのはやっぱあれですよね、何だっけ、オーシャンズ、いや違う、オーシャンズイレブンとかよりもっと前に、うん、あのテレビドラマシリーズで、あの何だっけ、何だっけ、あの海外ドラマのめっちゃ有名なやつ、はい、あっ ER、 救命室、はいはい、うん、あれ の、うん、あのお医者さん役でグリーン先生とこのジョージ・クルーニーのコンビでずっと回してるみたいなやつがあって、めっちゃ若い時もあったら、20代か30代ぐらいの若い時で、でハリウッドに行って映画撮るからって言って実は ER やめた。あ、ER ってめっちゃ長いシリーズやから、だからあのシリーズめっちゃあります。そう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 、だからあの最初にあの、若いお兄ちゃんのあの先生が入ってくるところから始まるんだけど、そのグリーン先生ってツッパキの先生と、あのジョージ・クルーニーでやってる若手の先生、この2人がメインでその ER を回してるみたいな話やったんですよ。でずーっとシリーズが長いからこうもう抜けられへんのよ、他の仕事ができへんので、あのまあ俺ハリウッド行くからっていうので、あのやめはった。すごい。たまに一瞬出てくるゲストみたいにして出てくるっていうのはあんねんけど、そうそう、もうレギュラーではもうなくなったっていう、はい、ER もここも相当見てましたからね、相当ハマって見てた。ジョージ・クルーニーはだから僕はどっちかというと ER の先生の、あの割と行っちゃえっていう、なんかイケイケ先生みたいな。ジョージ・クルーニーは出てるのかな、いや監督だけちゃう多分、ですね。そうそうそう、人間不信エンターテイメント、どういう内容なんでしょうか、どういう内容なんでしょう、はい、一緒に楽しみましょう、はい、はいはい、こちらの日本で飾ります、はい、はいはい、ということで、はい、これが今日のグッチャーイでした。はいはい、ということで、はい、このままエンディングいきたいと思います。エンディングでございます、はい、8月6日になってしまいました。はい、はい、もう8月ですよ、はい、で来月になったらまた今度ドラゴン映画祭とかが来たりね。そうですね、はい、8月末に、カムイ映画祭りをやりまして、はい、で8月16日からあ、じゃあ9月16日からが、ドラゴン映画祭と、いうことで、多分ドラゴンもそのうち来ると思うんですけど、ね、はい、はい、今相変わらずのカバーの上映で飛び回ってるんで、ね、はい、すごい、なかなか大阪にいなかったりとかするんですけど、はい、まあ、まだまだねこれからそのいろんなイベントはね、企画してガンガンやっていきたいなと思うんですけども、コロナの情勢も睨みながら、はい、安全にね、安全楽しみたいなと思っておりますので、皆さんぜひ、こちらまで足を運んでいただいて、楽しんで帰っていただければなと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、はい、皆さんありがとうございました、はい、さよなら。